その目は赤く血走り、ひげは油切ってどす黒い。で、どいつも目が赤い。うまいシチューを食わせるところがあるんだ。あんなものを口にしてみろ。いずれ必ず地獄に落ちるわ。あれはな、信太のシチューだ。あの肉はいずれのものでもない。きっと人間の肉だ。地獄に落ちるぞ。組織的な陰謀を感じませんか。なんかホラー映画みたいですね。あれ、そのままじゃまずいでしょう。俺たちは地獄から這い上がることができるんだろうか。